して、ね、まあ、早速次の踊りいっちゃいたいと思います。次の踊りはですね、踊り込みが大変だと思うんですよね。もう連続でいっちゃいますよ。次の踊りも、道の子よさこい踊りという踊りを披露したいと思います。こちらも、道の子よさこい祭りのに作られた総踊りでありまして、まあ、あの道の子よさこいというぐらいですから、あの道の子のいろんなところを、ね、紹介したりするような歌が入ってきたりしますので、とても楽しい曲だと思いますので、皆さんもちょっとこう、あ、なんかこの民謡懐かしいなと思いながら聴いていただくのを見ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは踊り込みさんの準備はよろしいですか？元気がない1回目はちょっと疲れた。もう一度いきますよ。踊り込みさん準備はよろしいですか？あー、すげえ、あの人ちょっと引いちゃった。じゃあいきますよ。はい、頑張れ。
ありがとうございます。それでは私もちょっとしゃべり疲れましたんで、ここでチーム紹介をねしていただこうかと思ってるんですけども、先ほど言ったように急に振りますと言ったんで、じゃあまず福田のね、福田稲瀬組の皆さん、誰がしゃべりましょうか。誰が行きますか。誰が行きますか。じゃあマイク渡しちゃってもいいですか。お願いします。皆さんこんにちは、福田稲瀬組と申します。この間のオトマルシェ、デイホールでオトマルシェがあったんですけども、その時に今年の新曲を披露いたしました。ありがとうございます。なんですけども、今度の14日の神楽音楽祭りにまたその曲をご発表しますので、夕方、暗い中、また幻想的な感じに演技できるかなと思いますので、皆さんそちらの方にもお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、どっちがいいかな。どっちでしょ、どっちでしょ、どっちでしょ。じゃあ、神木さん行きます。神木さん、誰行きますか。誰行きますか。目で合図してるけど。どっち、どっち行くの。どっち行くのかな。どうしよう、この待ち時間。おっと、あ、出てきた。じゃあ、お調子者にお願いします。どうもお調子者です。宮城県仙台市から、お調子者代表ということで、来させていただきました。こういうことなくなっちゃいましたけど、仙台市中心に、活動させてもらっているカムイと申します。ぜひぜひ、今度の10月12、13日かな、仙台で大きい祭りやってます。日の国底祭りって大きい祭りやってますので、ぜひぜひそちらの方も足の方を運んでいただければと思います。カムイもよろしくお願いします。ありがとうございます。意外とちゃんとした回答をしてください。ありがとうございます。ちょっと丸森さんにお願いします。はい、皆さんこんにちは。丸森から来ました、丸森よさこいです。おとといですか、年に一度の町のイベント、大店舗である三里原野が、無事に終了いたしまして、幻想的な雰囲気をまたみんなで味わうことができて、とても嬉しかったと思います。多分皆さん、行った方もいらっしゃると思いますが、行ったことのない方はぜひ来年、本当空間だけちょっと変わるんですよね。そこを感動すると思うので、ぜひいらしてみてください。個人的ではありますが、私もちょっとイベント続きでして、原野があって、昨日は楽天の球場に行きまして、丸いホームランを見て、とても気分が良く、でもちょっと飲み過ぎたみたいで頭痛かったんですけれども、今日のイベントを楽しみにしてきましたので、ここでまたイベントがあり、明日ですか、神楽の夏祭りの方でも、踊らせていただきますので、神楽の方もよろしくお願いしたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。じゃあそれなりに休憩になりましたかね。ダメでも踊ってもらいますけどね。じゃあ次行きます。次の踊りはですね、踊りよさこい愛日本という踊りを披露したいと思います。こちらはですね、こちらも道の国よさこい祭りの方で作った総踊りなんですけども、皆さん知っておる通り、東日本大震災がありまして、それの手ですかね、応援の踊りみたいなもので作らさせていただいてみたいなんですよ。ですので、ちょっと皆さんにとってもね、少し思い入れのある曲じゃないかなと思っておりますので、そんなことも思いつつ楽しんでいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、今、今年のさこい会に行こう。構え。